はい、恋は突然にと言いますが、動画も突然に始まります。今回はハロウィン企画ということで、いろいろやってみましたので、どうぞご覧ください。これで何すんの？なんか食べやすい大きさにカットしようと思ったけど、思った以上に固まった。ザクザクってるよ。綺麗な黄色。うん。おう、よし、来た。ワイルドだな。この中にもうかぼちゃが切った状態で入ってて、安心するだけで食べれるよっていう。なるほどね、かぼちゃ角切りで入ってるやつか。そうそうそう。パンパンだ、爆発だ。おいい感じ。あ、いい匂いがする。うん、よし、じゃあもう行くか。そうですね、あんまり美味しそうじゃない。そうかな、どうしよう、大丈夫か。かぼちゃと、なんださつまいもです。はい、はい、ナスじゃないよ。じゃあ早速ね、うん、あれですね、揚げていきます。ハロウィンですからね。はい、八之助くんたちにもハロウィンらしいものをね、あげてみたいと思います。はい、秋なんでね、美味しそうですね。はい、はい、行こう。さあ食べろ。さあ、うまいぞ。お、あ、ダメか。いや、美味しくないのかな。え、何してんの。ああ、もったいないことしないで。じゃん。じゃん。じゃんちゃん。はい。あ、落とした。食べてみな。疲れても離さない方がいいのか。食べ物だよ。ああ、ダメか。あまり美味しくないのか。いて。いて。かぼちゃは嫌いかい。嫌いだ。あ、あ、あ、お。あ、くちばしにつけちゃって。美味しいでしょ。美味しくない？掃除してる。くちばしの掃除してる。ダメだったか。変なもんがくちばしについたっつって。あー、全然食べない。あーもう、あ、お、乗った、乗った、うまいぞ。お、あ、でも食べるまではいかないかな。つついて遊んでる感じですね。食べないよ、キャンちゃん。惜しいな。惜しいね。普段食べてる冷菜よりも絶対栄養あんのにな。では実績があるんですよ。へえ。さつまいもがご飯の半分ぐらいで育ってるダチョウもいるくらいで。お肉は甘くないそう。そう。残念。食べ慣れてないからか。やはりハロウィンの文化は根付いてないようで。ああ。美味しいんだけどな。一つ残ったかぼちゃ。ミチルの望みをかけてスズハにあげてみますか。スズハさん、おいで。忙しそうですね。来ないね。スズハさんは来ません。かぼちゃの皮の方を寄せます。見せてみましょう。合う。あ、ダメだ。来なくなっちゃった。ダメだ。うん。
嫌われた。残ったかぼちゃ。どうしようか。廃棄か。置いといたら食べないか。どうなんだ。投げたら食べないかな。つぶはに。うん。動画は公開はしないでね。あ、そうなの？うん。カラスがいる。投げますよ。いきますよ。気づかない？なんか通り過ぎたな。なんなんだろう。しょうがない。はい。はい。ダメでしたね。ダメでした。どうしたっけ？あ、今チャレンジしたね。行くんじゃないか。惜しいな。食べればいいのに。はい、ということで、はい、締めてください。え、第2弾をやり、仮装してもらいましょう。え、これから？これから。はーい。はい。でも、キャミー、ちゃんはちょっと。あー、厳しそう。全力で取るんでしょ。そうです。つけるまで首を差し出しててくれるかな。刺したね。小松菜出た。僕が持っとくとか。あ、そう、それがいいかも。一之助どうすればいい。これにそこら辺で。もうちょっとこっちか。マジックテープがいいか。いいですね。疲れる。痛い。はい、ハロウィン仕様の痛い。大丈夫ですか。首かしげてんじゃない、お前が機関なんだよ。みかんの犠牲を払いましたが、八之助くんがハロウィン仕様になりました。似合ってますね。いい感じ。はい。いや、仮装は大成功ということで。やった。やった。あ、やめてキャンちゃん。はい、ということでね、10月31日ハロウィン企画でした。